さあ始めていきましょう。信長の野望波動ということで、今回は 1.5 周年記念で出てきました戦国無双コラボについてご紹介していこうと思います。イエーイ。はい、こちらね、全シーズン対象となっております。本日ね、6月1日から6月30日まで、6月いっぱいまでね、出てくる戦国無双コラボガチャということで、はい、花の剣士のね、ガチャを引いた方はね、ご存知かと思いますが、めちゃくちゃ当たりやすいガチャとなっております。噛んでないよで、10連確定でなんとね、戦国無双の真田幸村、明智光秀、大市さん、どれか1体は当たるといったところでね、後ほどご紹介しますがね、ログインボーナスとかね、パネルミッションでもね、投与状手に入ります。無課金の方でもね、被らなければ2枚まではね、手に入るといった形になっておりますので、はい、ぜひ皆さんね、この期間で手に入れていきましょうといった形になっておりますと。先にじゃあ登場武将からご紹介していきましょうか。まずね、真田幸村さん、テンプ900で戦力は5330となっております。統率が810、武勇が890、まあ、政治がちょっとね476、足軽兵科的性 S の割には低いのかなといった形になっております。あとね、一番大きなところ、チーズ6で牙の S の真田幸村さん出てきてますよね。まあ、その方にとってはこれはちょっと使いにくいかなというか、あの一緒の編成で組めないんでね、そこがすごいネックかなとは思います。まあ、ただね、結構戦法とか技能はね強いですね。戦法見ていきますと、無双奥義優ということで、自身と一門将を含む味方3部隊に結束、連鎖率を上げるやつですね。それを 20% 付与しまして、戦法速度を 20% 上昇、敵3部隊にグレン 3% を付与し、武勇 300% 攻撃、3部隊に 300% 攻撃をしますし、こちらグレンはね、北条早雲さんが持つ技能と同じです。一定時間ごとに残存兵力に応じて兵力が減る、通常攻撃戦法による火ダメを 10% 増加ということで、はい、全効果の中でもね、かなりトップクラスで強いような、ところとなっております。とで、技能の方がね、気略、そして演奏というね、これは真田幸村さんしか持ってない技能となっております。自身が大将で、交戦開始時にグレンを、敵一部隊にね 3% 15秒間付与するという形になっております。ここが分かんなかった。自身の小生ランクプラス1回まで、調整ランク7になったら7回付与できるっていうことこれがね、なんかどこ読んでてもよく分からなかったんでね、よかったら有識者の方、ぜひコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。この調整ランクプラス1回までって何でしょうか。まあ一旦置いときましてね、あとは出陣中に初めて兵力が30倍以下になった時に、自身一部隊に無双非奥義10秒間付与となっております。これはね、対象以外でも発動できるといった形ですね。無双非奥義というのは、戦法発動速度が 10% 上昇するという技能となっております。兵力30倍以下になった時に無双非奥義が付与されます。無双非奥義が付与されると、なんとこちらね、調整ランク ×15% 戦法威力が上昇するといった形、そして、調整ランク4だとね、対象部隊がプラス1、貫突するとさらにプラス1といった形ですね。なので、貫突、調整ランク7ですと、対象部隊がプラス2されるプラス、戦法威力が 15×7、105% ですね。なので、405% 攻撃になると。兵力30倍以下の時にね、これ、無双非奥義が付与されて、戦法威力が、プラス 105%、そして、対象部隊がプラス2といった形になっております。いやー、なかなかいいよね。ただ真田幸村さんに関しては、正直大将で使わなくてもいいのかな。ちょっと大将で使うにしては少し、現環境においてはね、統率が低いのかなという気はしておりますし、あと何よりもね、真田幸村ね、牙で持ってる、牙で運用されてる方にとっては、こっちは見送ってもいいのかなと個人的に意見としては思っております。はい、NC の方も一応ね、ざーっとお見せをしておきます。そうだね、誰と組みやすいんかな。ちょっとこの辺またね、引いたらね、ご紹介できればなと思います。はい、秘伝の方も一応ご紹介しましょう。郵送の援魂ということで、まあ、こんな感じとなっております。で、続きましてこちら、明智の光秀さん、こっちの方がですね、正直私はぶっ壊れかなと思いました。テンプ9枠で、統率部位はね、810となっております。そして、政治の方もね、836といった形。兵科適性は、足軽と鉄砲が S、剣豪が A となっております。真田幸村さんよりね、結構ね、兵科が、幅が広いといった形でしょうか。
天保が無双奥義戦ということで、自身と一文書を含む味方4部隊の攻撃を 40% 攻撃速度を 20% 上昇、クリティカル効用も 20% 付与ということで、もうここだけでめちゃくちゃ強いんじゃないかなと。攻撃 40% を4部隊に負けるって今までいましたか？いたらごめんなさい。あとで敵3部隊に 250% 攻撃ということで、まあ、ここはね少しだけね抑えたいといったところでしょうか。 300% ではなく 250% 攻撃となっておりますと。で、技能の方が英砲とあとは霊剣ということで、これもかなり強い。自身が大将の場合、攻撃速度と戦法発動速度がプラス 8%、小戦略に応じてね、最大 7% まで効果が上昇するといったところ。貫突してるとね、攻撃速度と戦法発動速度は8プラス7の 15% 上昇するといった形になっております。あとはね、兵力30倍以下になった時に無双費奥義を付与しますよ。これもね、大将以外でも発動するといった形になっております。で、縁日の方が、まあ、オーダー系無双、東洋、はい、南蛮趣味、あとは下克上ということで、まあ鉄砲の織田信長さん、別長さんとかなり連鎖率がいいんじゃないかなと思いますね。秘伝の方が陰銀陣中ということで、はい、ご覧のような、能力となっております。こっちの方が強いんじゃないかなと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。ちなみに海伝の方はね、ご覧の通りとなっております。絢爛持ってんだ、絢爛持ってるんですね。はい、場合によっちゃちょっと環境トップに躍り出る可能性があるかなと、はい、個人的には思っております。で、真田幸村さんは軽眼とかね、そういったね、回転がつけられるといった形になっております。最後で、ね、テンプ850、大市さんということで、こちらは、まあ、能力はいいでしょう。陛下適正はね、足軽が A、弓が S となっております。前方が、無双奥義連ということで、味方3部隊の攻撃防御破壊を 25% 上昇、敵3部隊に武勇 200% 攻撃でございますと。で、こちら技能が法輪ですね。部隊の兵力攻撃力をプラス 3%、小戦ランク、ね、7になると、プラス 10% ですね、上げるといった形で、これも同じですね。兵力は30%以下になったら無双費奥義を付与すると。無双費奥義が付与されると、こちらね、小戦ランクに応じて、あ、大市さんの木はあれか、対象部隊数が増えるといった形になってますね。あ、戦法威力も上がるか。はい、戦法威力も、7×10 なんで、これは 70% か、最大で上昇するといった形になっております。まあ、無双費奥義はね、兵力は30%以下にならないとつかないところでございますので、まあそうだね、これをちょっと見越して編成するっていうのはあるかもしれませんけど、まあ、かなり3人とも強い武将となっておりますと。で、これね、無課金の方であれば、はい、無課金の方というか全員出ますね。これログインボーナスですね。初日にね、ガラシャさんがもらえます、有効度1000で、6日目にもね、有効度1000手に入って、あとはね、こちら、戦国無双投与場がね、2日目と3日目で合計10枚手に入ります。はい、10枚手に入りますので、戦国武装コラボのね、 SSR1 枚はね、必ずね、全員手に入るといった形になっております。あとはね、アイコンとかね、チャットスタンプとかね、フレームも手に入りますと。加えてこちら 1.5 周年記念ログボで、まあ、フレーム、チャットスタンプと、あとはね、名称投与状が合計20枚、小判の方が合計1000ですね、手に入るといった形になっておりますので、まあ、こちらはありがたく頂戴いたしましょう。でね、ガラシャさんに関しましてはね、はい、珍しく運営さんが綺麗にね、まとめてくださっております。こちらですね、ログインボーナスで有効度2000、パネルミッションで有効度2000、無償小判で1000手に入りますので、無課金の方でも有効度5000までは手に入るといった形になっております。まあ、ただね、有効度5000ってね、母体を含めると調整ランク3まででございますので、調整ランク4にしてね、まあ、秘伝をつけたいという方にとってはちょっとは課金しなきゃいけないのかなといった形になっております。はい、あとはね、小判購入特典とか、あ、ごめんなさい、購入特典でね、有効度8000、優勝小判でね、最大1万まで手に入るといった形になっております。はい、というわけでね、次にね、パネルミッションをご紹介していきましょう。はい、まずね、初日にね、こちら1枚目、ガラシャさんがね、有効度1000ですね、当初達成することによって手に入ってまいります。なのでね、初日にね、最大ね、最大というか、パネルミッションと6番だけでね、有効度2000手に入るところになっております。はい、戦力で、パラメータ、陛下適正はご覧の通りとなっておりまして、戦法がこちら、無双奥義高ということで、3部隊に小鎮高速を付与し、武勇 250% 攻撃。まあ、この辺のね、能力はね、大市さんと同じとなっております。
で、議論の方は、部隊の防御武勇をプラス 3% 最大で、ね、10%、小生ランクに応じて付与というか、まあ、つけられるというところになっておりますと。で、兵力30倍以下になったら無双費奥義が付与されますよということで、まあ、このガラシャさん含めてね、真田幸村、明智光秀、大市さん、ガラシャさん4人をね、4部隊にこう振り分けますと、無双費奥義がね、全部隊でこう兵力30倍以下になった時に付与されるといった、そういった編成が可能になるのかなと思います。まあそうですね、連鎖列に関してはこちらもね、ちょっとね、また、どっかの動画でご紹介できればなと思います。はい、秘伝がこちら四巡の一輪ということで、あー、武将の統率 200% 上昇で攻撃防御プラス 5%、 なかなかいい秘伝ですね。はい、そんな感じとなっております。で、パネルミッションに関してはね、1枚目2枚目3枚目まではね、6月14日まででできるところなんですが、6月15日以降にね、なんかまたあるみたいなんですよね。これがね、なんかね、お知らせ読んでてもね、ちょっと私見つけられなかったのでね、もし有識者の方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいところでございます。まあ、ひとまずね、3枚目まででね、パネルミッション有効度2000まではね、ガラシャさん手に入りますので、ログボとパネルミッションだけで有効度4000までは貯まりますよといった形になっております。で、あと余談というかね、ですが、こちらね、抽選券っていうの、やつもね、手に入っておりまして、まあ、サマージャンボみたいな感じですかね。これを持っておきますと、7月のね、上旬にね、これ、抽選、なんか、まあ、当選条件ね、この下何桁か一致してると、もらえるといった形になっておりますと。いやー、私ね、今ね、この撮影してる部屋のね、デスクマットがね、ペラペラなんでね、これ欲しいな。まあ、これもペラペラかもしれませんけどね。はい、これがちょっと欲しいななんて思っているところですけど。まあちょっとね、7桁か、全1で、手に入る30枚でございますんでね、なかなか難しいかな。これ欲しいな。はい、そんなところでございますと。で、パネルミッションとかね、6分に関してはね、無課金の方のも手に入るといったところで、あとね、これ、今結構ね、これなんていうでしょうか、このお知らせですね、誰々さんが何を獲得みたいなの、ずっと流れてきておりますので、みんなやっぱりね、手に入りやすいのかなと思います。で、この提供割合に関しましては、先ほどもご紹介しましたかね、サラダ木村さん、明智光秀さん、大市さんが10連で、はい、確定でね、3人どれかは手に入ってくるといった形。ログボでね、2日目、3日目で、合計10枚ね、この戦国無双ガチャ、投与券10枚もらえますので、必ずね、無課金の方でもね、1枚は手に入るといった形になっておりますと。はい、というわけで、まあ、ここらで一回ちょっとだけ引いとく。これで1枚手に入ったらすごいよね。まあ、通常投与でもね、5% から確かね、手に入る確率がありますので、はい、まだわかんないよ。ここでポチャの可能性もなきにしもあらずですが、はい、なかったです。見ていきましょうか。提供割合、通常で 1,2,5% ですね、の確率で SSR 出てくるところ。そしてね、今回ね、こちらね、3人しか SSR いないところでございますので、やっぱりね、凸はしやすいといった形になっておりますと。はい、ここまでまとめますと、ログインボーナスでガラシャさんが有効度2000手に入りますぜという話と、あとパネルミッションをね、クリアすると、3枚目までクリアするとね、有効度2000がプラスで入ってくるので、どの方でもね、しっかりとやってれば有効度4000までは手に入ってくるといった形になっております。で、加えてこちらね、焦点ですね。はい、いろいろ出てきましたが、まずは、こちら見ていきましょう。はい、コラボの方見ていきますとね、こちら有効度1000が無償化は4000で手に入りますので、まあ、ここまで買うと無課金の方でも有効度5000まで、まあ、詳細なく3ですけどね、そこまでは重ねることができるといった形。まあ、あとはね、こちら無償化までなんかね、はい、アイコンやら何やらが手に入るといった形になっておりますと。2000出すとね、このコラボ記念ポイントに加えて、なんかチャットスタンプも手に入るといった形ですね。で、優勝コマ4000で有効度、あ、ごめんなさい、優勝コマ4000で有効度1000、最大で、ね、1万まではね、優勝コマ4万出せばね、ガラシャさん貯まるところになっておりますと。はい、私はここは引きません。こっちは買うかもしれませんね。そんな形ですね。で、戦国武装ね、投与券、これで、5枚まではね、無償小判、1500で買えますので、無課金の方は最大15枚まではね、無償小判と、あとはログインボーナスで引けるといった形になっております。続きまして、こちら、焦点のご紹介ですね。はい、コラボの方で1万1800円見ますと、特別投与上のね、まあ、SSR しか当たりませんよというガチャ券が1枚と、あとは名称、戦国無双名称投与が25枚、
記念ポイントが12入ってくるところでございます。この記念ポイントはちょっとね最後にご紹介するとしまして、こっちよりもですね、私はねこっちの方がおすすめかなと思いますね。 1.5 周年記念の、11,800円、これ買いますとさっきのねガチャ券が30枚、プラス銅線小判、どっちかがねもらえます。そして添付旧約シーズン7もしくはシーズン1の人が確定で手に入るということで、私はこれ買うかな。なんせでこのね2枚持ってないところでございますので、ちょっとこっちでね、買いつつ、まあちょっと引くのかなやっぱりな。まあ皆様のためにもね、はい、どれだけ当たりやすいかといったところ、戦国無双コラボが当たりやすいといったところをね検証するためにも、まあある程度はちょっとガチャ回すのかなと思います。はい、まずはこっちの方がおすすめです。いかんせんねこのね、戦国無双のね登場もらえますけど、10連で必ずね1枚ね確定といった今回の排出率なので、こっちよりはまずはね、コラボじゃなくて 1.5 周年のこっちを買うことをね個人的にはお勧めしております。であとはねご覧のようなね、はい、まあ登場とかね、もらえるようなところとなっております。まあ同様にこっちの方がおすすめなのかな。例えば8800だとね、戦国無双登場が25枚ですよね。はい、プラス動線とかシーズン7のガチャ券、コラボの方で引くと30枚と動線と、あ、コラボ記念ポイント、これはでもこっちにも手に入るよね。うん、じゃあこっちのがおすすめかなと思いますね。はい、 1.5 周年の方をまず買ってみてはいかがでしょうか。ちなみにこの 1.5 周年のね、シーズン全部800って書いてありますけどね、これはいらないかなと思います。シーズン1部署はね無課金の方でもね、もうシーズン7ともなると、かなりね初戦力上がってるかなと思いますし、850の方もね結構ね体感かなり当たりますので、いらないかなと、はい、個人的には思います。まあ、そんなところでしょうか。で最後にこちらね、コラボ購入特典ということで、はい、ポイントに応じてこれね課金をする方にとってはね大事なところかなと思います。でポイント5でガラシャがね有効度1000貯まりますので、美課金の方はねこの、購入ポイント5まで買えましたら調整ランク4にはなります。まあ、あとはね、はい、皆様ね、どこまで、引くかというところは、お財布と相談しながら、ぜひやっていただければなと思います。まあ、私はそんなに引く気はないんですが、この辺欲しいな、チャットスタンプ。進みません、欲しいな。ドアホーが。ドアホーが欲しいな。北条ジャス欲しいんだよな、私な。はい、まあ、そんなのはね、一回置いときましょう。あと、パネルミッションでごめんなさい。ご紹介省いておりましたね、こちら。パネルを全部ね、達成すると、装備が手に入ります。まあ内容はまた違う動画でご紹介しましょうか。結構ね今回ねご紹介ボリューミーになってるかなと思いますので、この辺にね終わらせていただきたいと思います。はい、というわけで、ね、今回ね全シーズン対象、戦国コラボガチャが出てまいりました。6月いっぱいまであるところでございます。ログインボーナスとパネルミッションでガラシャさんが有効度4000で、こちらログインボーナスで、戦国無双塗料が10枚まで手に入るところでございますと。で提供割合を見ていくとね、10連で必ず1枚はどれか手に入るところでございますので、無課金の方でも1枚手に入るかなといったところになっております。はい、あとね商店の方がね、特別でコラボと 1.5 周年ありますが、 1.5 周年の方が個人的にはいろいろね、特典がもらえますのでおすすめかなと思っております。いやなかなかね熱いイベントが来ましたが、皆様いかがでしょうか。最後にこちら無償小判のね5枚だけ引いて終わりましょうか。はい、タタタタということでこちら引いていきたいと思います。これで当たったらすごいよね。通常排出率がね 5% の SSR でございますんで、まあなきにしもあらずかなと思うんですが、えいえい、まあそうですよね、そんな感じですよね。はい、まあ、これで無償コマン5枚で1枚ね SSR が手に入って、で10連の、ログインボーナスでね手に入ったよという方、そして被りがなければね2枚まではね無課金の方でも SSR 手に入るところでございますので、はい、そんな形でしょうか。最後にちょっとガラシャさん見ていきましょうかね。ログインボーナスでもらっております。はい、どんな声ですか。なんかさすが戦国無双といった形でね、なんか信長の野望波動になさそうな感じでしたね、雰囲気がね。へえ、はい、こんな感じとなっております。
まあ、ガラシャさんとね、このコラボガチャで出てくる3名に関しては、兵力30倍以下でね無双費多きつきますので、私がもしねこれ4人持ってるとしたらね、4人結構ばらけさせて編成するのかなと思います。内容読んでる感じ、明智のみっちゃんが一番強いのかなという第一感ですが、皆様いかがでしょうか。はい、あとね、関東ツアーでもう行ってらっしゃる方もなんかちらほら聞いてますんでね、その方いくらで行けましたよというのをね、ぜひねコメント欄でいただけますと嬉しいところでございます。はい、というわけでね、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。